はい、皆さんこんばんは。ケワイシヒデこと池端秀幸です。日本女性を元気にする会ライブ配信始まりました。第5回目の素敵なゲスト石井恵さんのプロフィールを少しご紹介をさせていただきますんで、皆さんじっくり聞いてくださいね。1979年でございます。松竹映画のヤシャガイケという、その映画が芸能界デビューということで、芸能41年ということになるわけですね。僕35周年パーティーにもね、参加させていただきましたが、素晴らしかったです。はい、でその当時のその TBS の噂の刑事トミーと松というところで、僕がずっとそこから見させていただいて、大河ドラマ NHK で女対抗期などにも出演されてます。またもう誰もが知ってますけど、俺たちひょうきん族のレギュラーを、するとかですね、バラエティのジャンルでも活躍をされてました。で、1996年ぐらいからこれを、僕本当このドラマを見て、すごいドラマっていうかドキュメンタリーを見てても泣いたんですけど、長男でいらっしゃる、ユッピーって言っていいかな、はい、笑ってよユッピーというね、著書を出されてからですね、そのテレビの中で愛の家族スペシャルユッピーの絆創膏っていうのが、フジテレビで放送されて話題になりました。今日はここら辺の、すごく秘話、ものすごい感動の秘話がですね、あると思います。僕そこをですね、ぜひ皆さんにもお伝えしたいなと思ってます。で今はですね、2015年から、国立市の市議会議員に初当選されて2期目の、5年目ですね、なってるんですね。校長委員長なども、務められてるということでございますんでね、もうあんまりこうやって僕が喋ってたらね、はよ出してって皆さんね思うでしょ。はい、プロフィール、まあちょっと僕あの喋りきれないんでちょっと簡単にあの残しておきますけども、写真1枚こんな感じだったんですよ。懐かしい写真をちょっとね、まず出させていただきましたけど、ここら辺の時のね、おっと懐かしい、ここら辺のね、あのそう、懐かしいし、僕もこれなんか見てる時本当にね、あの思い出してしまいますけど、ここら辺にしといて、もうあとはご本人に登場していただきましょう。もう全く変わってない、40何年経ってももう美しくって可愛らしくって、大人の女性のなんか可愛らしさっていう、キュートっていうんでしょう、エレガントっていうんでしょうかね、もう本当に、はい、登場していただきます。それではめぐみさん、よろしくお願いします。はい、こんばんは、西井めぐみです。今夜はよろしくお願いします。ひでさんがね、41年前っていうんで、自分でもちょっと驚いちゃって実は、あ、40年も私も仕事してるんだと思ってちょっとびっくりしちゃったんですけど、そうか、その41年前、ひでさんはいくつぐらいだったのかな。僕ね15歳なんですよ、計算したら。中学生、中学3年生なんですよ。だからその頃ってものすごくこうやっぱりあの恋愛感もあるじゃないですか、なんかこうキュンキュンする、キュンキュンしてたんですよね。でもう本当にね、はい、あの皆さん、はいってコメントいっぱいくれてます。はい、ハートマーク。あ、嬉しい、あ、嬉しい、はい、あ、マキちゃん嬉しい、体験させていただきますね。マキちゃんね、はい、マキちゃんこんばんは、うん、ね、このちょっとね、あの顔マークついてない、多分あの、Facebook のその承認ができてなかったと思いますけど、後でね見たら分かりますんで、はい、ちょっと今日は、はい、この段階でちょっとね、可愛いっていうかね、はい、たくさんいただいてます。ありがとうございます、応援ね、よろしくお願いします。そうなんです、そうなんです、はい、そのドラマ見てて、13です、はい。あ、中学生の時私も働いてたっていうことは、そっか、ヒデさん私よりずっと年下だったんですね。ですね、はい、そうだったんだ。堂々とし、いつもなんか緊張感を隠して堂々とするのが得意なんですよ。年上の方にも知ってるの、だってカリスマ系愛師だから、私にとっては憧れの方だったので、いやいや、ありがとうございます。あとはもう今日初めて知りました。ありがとうございます。だから、本当になんかこう人生を2回生きてるような感覚、お得感あります、今日、うん、当時のそのめぐみさんとも出会って、うん、またこの間7年前にうちのサロン、和歌山のサロンに来ていただいて、ちょっとメイクとかさせていただいてね、でそこからまたこうやってご縁がずっとつながってて、うん、まあ、今回もご無理言ってね、こうやって出演いただいたんですけど、もうなんかいいですね、こういうあの、うん、なかなかリアルには会えませんけど、こういう時代ってすごいですよね、うん、そう考えたらね、
そうですね、なんかだからコロナがあってね、本当に会いたい人に会えなくなっちゃってすごく辛い時期ではあるんだけれども、うんうん、でも逆にこういうものをみんなが積極的にやりだして、今までこうちょっと離れてた人とこんな風に話せるっていうのも、なんかだから意外とこういいですよね、そのそうイノベーションっていうかね、なんか何かをぶち壊して新しいことが始まっていくんだなっていうのはなんか今日実感してます。ああよかったよかった。でも本当に、うん、あの一つ返事でね、あの出演 OK って言っていただいたんで、うん、もね僕もドキドキしながら一応ちょっとご無沙汰してたんで、だけどまあ、あのダメ元でいつも僕挑戦する方なんでね、そうしたらもうねこういう実現できたというね嬉しいなと思って、はい、あのあエリリンもねお綺麗ですって、はい、そうです、エリリン綺麗ですよ、いつも本当にこんばんは、拝見してます、はい、まきさんわーい、めぐみ先輩って、わあ嬉しい、先輩ですか、先輩、はい、先輩、いや、そう、あの高校の後輩とか、あとわあ嬉しい、あうーわやーゆーちゃん頑張って、なかなか近くに住んでても会えないんですよ、ね、今、ね、だから、はい、うん、こんな風にね今日なんかなんだろう、なんか今日みんなが近く感じる、嬉しい、まあ、私もファンでしたって、マサルさんっていうのはあの地元のね、あの僕知り合いで、うん、あのなんですけど同じぐらいの年齢だと思うんですよ、だから多分ね、そう、うん、もうねもうピンポイントでね、もう懐かしんでると思います、本当に本当にファンでしたからね、はい、田中さん美しいとね、うん、はい、もう あのコメントをひプリン分かります、うん、いや本当嬉しいです、そう、もう私の妹分、ね、はい、そうですか、はい、まあそんな感じで、はい、まあ今日は本当にね、あの僕聞きたいこともいっぱいあるんだけど、うん、あのね、うまくこうあのそうそうたくさんあるんだけど、まずね皆さんね写真見たらまあびっくりするんですけど、あの、うん、マッキントッシュだから今のマサルさんもそうですけど、うん、マック好きな人ってあるじゃないですか、うん、あの結構こうアーティストってそういうのよく使ってたと思う、うん、あれ当時いつでしたっけ、マック出だしたの頃っていうのはね、もうだから私20代の頃からやってるので、もう本当にそれこそ40年近いですね、私のことですよね、さあ、うん、じゃあちょっとこれを出しますけど、はい、おお誰ですかこれ、誰ですかこれわかります、わかる、わかる人います、わかる、みんなわかる、みんなわかる、誰がわかる、これお宝映像です、映像というかお宝写真ですよこれね、そうですね、これはね多分ね30年ぐらい前になると思うんですけれども、うんうん、アメリカで、アメリカサンフランシスコかな、これサンフランシスコの、イベントに行った時にスティーブ・ジョブズとツーショット、うん、一応ツーショットはたくさん人いるんですけども、すごいですよね、うん、声かけていただいたんですよ、このなぜ、なぜかっていうのが、これはあのあれでしょう、1980年代にマッキントッシュのエヴァンジェリストに選ばれたんですよ、これがものすごいじゃないですか、そう、ね、あのエヴァンジェリストっていうのは、まあ、つまりそのマックをこう世に広めていく、うんうんうん、あ、まあ、一応働きをしましたっていう、はいはい、でもその称号を与えられて、で日本で8番目だったかな、すごい、ね、8番目、そう、そうですね、まあ、マックマンっていう雑誌 の, あのものなんですけれども、でもそういうふうに、もう私は、まあ、今でもだからこれも今マックでやってるんですけれども、はいはいはい、もうずっとマックファンですから、すごいジョブズだってね、書いてくれてます、すごいってね、いや本当にすごい、もう知らないことがだらけでね、もう今回この放送をするにあたりちょっといろいろとね、あの教えていただいたり調べさせてもらったんですけどもね、すっごくなかなか1時間では語りきれないぐらいのね資料がたくさんあります、まあ、その中でね、親しい人たちにもあまり言ってないようなことも今日私なんか入ってると思うので、はいはい、まだふっくらしてた頃ですね、そうですね、うん、ジョブズさんね、お元気だった頃です、はいはい、ね、まあ、そんなんで写真もですね、ちょっとあの、うん、他にもちょっと紹介まずさせていただいて、この当時の懐かしんでいただける写真が結構ありますんでね、まず、はい、これが噂のケイジ・トミーとマツですね、でそこから、はい、そうです、はい、こんな感じで ね、 これですね、大学生の頃ですよね、そうですね、大学の松崎茂さんとかも、うん、2年生か、2年3年
とにかくあのトミーとマスで3年半やってたんですよ。3年半やってた、もう本当にあの結構長い番組だったので、私がトミー大好きで、でマッツは一応、まあ、マリコっていう私のがやってるあの役なんです。マリコが大好き で、うんうん、でトミーは嫌がってる、もう嫌がってる顔してますよね、この写真見て分かるように。はい、嫌がられてるけどもう関係なくくっついてるっていう。はい、で、そうそう。で 今、 そうで、ね、今ちらっと出たのが、はいはいはい、旦那様18歳って竹本孝之君、はい、うんうん、当時あのアイドルで今でもバリバリあのお仕事されてるんですけど、本当だったらね4月にあの大きなコンサート行く予定だったんだけれども行けなかったんだけど、なん、うん、あのできなくなっちゃったんですけどね。でも今でも変わってないですよ、竹本君も。そうですよね、あの、うん、7年前に僕もあのパーティーに参加させてもらった時に、ね、ツーショットとかね、はい、撮らせていただきましたけど、はいはい、本当に顔も小さくてもうなんかハンサムで、うんうんうん、男が見てもなんか憧れるみたいなね、ありましたよね、本当に。懐かしい、これがその時の懐かしい。おっと、いいじゃないですか。おっとなんです、この番組が夫婦なのに、そのキスをしようとすると必ず誰かに邪魔をされるっていう、うんうんうん、あの内容で、でこの今もギリギリなんだけど、ここで多分ね、あの園長先生が隣の家に住んでて園長先生が何やってんだって入ってくるみたいな。あ、なるほどね。へえ、これがまたね、これはね、これはね、実はね、ひょうきん族の写真なんですよ。で、ひょうきん族もいろいろあのスチール持ってたんですけど、ちょっと出していいものなのか悪いものなのかちょっとわからなかったので、一応当たり障りのないあの写真出させていただいたんですけど、ひょうきん族はもう本当にいろんなあのコスプレというかあの役をやらせていただいたので、これはまだかなり普通のあのなんだろうな、うん、ですよね、普通の普通の、いやもう本当に普通の役なんですけどね。もうカエルになったり、アヒルになったり、雪女になったり、いろいろ。そうでしたよね、すごかったですもんね、はい、あのね、この写真はあれですよね、はい、NHK ですね、大河ドラマで、あの女対抗期っていう西田敏行さんが秀吉をやった、あの、うん、佐久間芳子さんがねね、あの奥さんのネネをやった女対抗期に出た時に、あのマー姫っていう、あの前田利家の娛役ですね。これはね、一応設定としては12歳ぐらいの設定だったんですけど、はい、12歳ぐらいから、25、6歳ぐらいまでやったのかな。すごいな。これがジョブズさんね。で今は2015年からこんな感じで、はい、そうですね、はい、パッチつけてるので、あ、これはね、これ去年の、そうですね、2期目の選挙の時の写真です、うんうん、はい、ですね、2期目ですね、2期目やらせていただいてます。あ、でこれはね、テレビタックルです、あの市議会、最近ですかね、はい、そうです、2年ぐらい前かな、2年ぐらい前ですね、うん、あのいろいろ あちこち の市議会議員が不祥事を起こしまして、はいはいはい、で全てテレビタックルで取り上げられてどうなってんだみたいな時に、まあ、一応あの国立の市議会議員ということで出させていただいたんですけど、国立は不祥事ありませんって言っていいのかな、ありません、はい、またそこら辺のいろいろと裏話も後で後ほど聞かせていただきます。さあ、そして次の写真はですね、はい、これ誰でしょうね。うわー、かっこいいですね。何ですか、これ結婚式ですか。懐かしいな、これ誰と結婚式あげたんかなってね、もう本当にね、これ35周年パーティーの時にね、僕も気合を入れて、まあこの時まだこんなちょっとこう髪の毛も茶髪でちょっと尖ってるようなイメージもありましたしね、ひげ、ね、も生えてますし、悪っぽい感じですね。ねえ、うん、なんかもう全くあの雰囲気が変わったってよう言われますけども、うん、まあ、これがちょうど7年前ね、あの、はい、はい、若菜前に行って、はい、メイクしていただいた時です ね、いやー、ありがとうございます。懐かしい、これ、あ、そうです、あの YouTube に残ってまして、あの僕の宝でございます、うん、こんなんね、なかなかありがとうございます。こうやって、まあ、写真も残させていただいて、ね、ありがとうございました。さあ、それではですね、
まあ、いろいろと、まあ、写真懐かしんでいただいたと思いますけど、まあ、あたくさん書いてますね。そうそう、ちょっとあのこれね15秒遅れになっていきますんで、せっかくコメントいただいたのでちょっとねご紹介をずっとさせていただきます。はい、かわいい、マッキントッシュは1980年でしたかね。そうですね、おっと、うん、カレイです。ヒデさん若いってね、そう、僕もそれは若い時もありますわ。本当にね、いやでもヒデさんも変わってないですよね。ちょっとね、だこの何ていうか、あの、まあ、心も体もちょっと丸くなったって言われます。丸くなりましたけどね。あのなんか悪っぽい感じはちょっとあので取れましたね、はい、そうですね、ちょっと、はい、角が取れました。そうですね、ライブナウ、ライブナウ、はい、コジ岡さん、はい、ありがとうございます。いつもありがとうございます。はい、いつもありがとうございます。はい、ということでございまして、はい、もうなんかこうやって写真をあの懐かしく見てるだけでもですね、うん、まあもうワクワクしながら、もうなんか20分ほど経ちましたけども、あのまあその後、僕もその南青山の方行かせていただいて、はい、なんかね、あの市議会議員になられてからでも、なんか女性をこう支援するための会社、ウィメンズラボというのを立ち上げられて ね、そう、あのそうなんです。だから、ウィメンズラボはね、もう10年前ですね。10年前にあの、まあ、あの私たちはあの重い障害を持った子どもを育ててたんですけど、その子どもを亡くした親たち3人で、うん、実は会社を立ち上げたんですよ。で、あの当時はまだ子供が小さい時ってまだね、インターネットがない時代で、パソコン通信の時代だったんですけど、そのパソコン通信を通じて、日本中の障害児の親御さんたちとお友達になれたんですね。で、障害持った子供を育ててると、本当にあの24時間介護になっちゃうんですよ。で、24時間、介護をしてると、自分がなんだろう、たった一人ぼっちで何かをやってるような気持ちになっちゃったり、やっぱり夜中にあの子供と二人きりでもって不安な思いをしてるとね、こういろんな気持ちが起こってくるので、それをなんとかみんなで助け合いたいっていう思い で、うんうん、でそのパソコン通信を通じてみんなとこう連絡を取り合うみたいなのを始めたんで、ね、うんうん、でそれが元になってその天使の輪っていうのができたんですけれども、はいはい、その天使の輪が、まあ、あの天使の輪からその天使の輪を立ち上げたあの仲間3人の、まあ、子供がそれぞれみんな亡くなって本当の天使になってしまったの でそこから逆に今度はその子供を亡くした後の女性たちを支えたいっていう思い でそれでその同じメンバーで会社を立ち上げたんですね。でそれがあの南青山 のヒデさんにも来ていただいたサロンにつながったんですけど、はいはい、ああそういうあれがあった歴史があったんですね、うんうん、そうなんですよ、うん、実はいやもうあの知らないことばかりで、僕もねメイクの方の講座とかで、うん、その、うん、サロンね、あのだいぶいろいろと使わさせていただいてね、はい、もう本当に懐かしい思いも、ね、いっぱいありますけども、まあ、そんな中で今ちょっとたまたまねあのそのお話出たんで、もうあのすぐ先聞かせてもらいたいんですけどもね、あの、うん、まあ、ちょっとユッピーさん、ユッピーさん、うん、ユッピーってさんってね、ユッピーくんかくんやな、あのちょっとそこら辺のね、あのまあご存知の方も多いと思うんですけど、まあやっぱり初めての方もいらっしゃるし、年代層いろんな方いらっしゃいますんで、あのこれ僕から言うよりか、さっきね、あのめぐみさんからちょっとお話いいですか。あ、はい、あどこから話せばいいのかな。笑ってよユッピーっていうこの、うん、そのまあ8年間の思いっていうんですかね。はい、はい、そうですね、まあ、あの笑ってよユッピーっていうのは実はあのうちの子はもう本当にあの生まれた時に呼吸ができない状態で生まれちゃったの で脳に酸素がいかなくて、それで重い脳の障害を負ってしまったんですね。で、もう本当にあの2歳まで生きられるかどうかって言われてたんだけれども、でも頑張って頑張ってこう生きてくれてたんですよ。でそんな中であのアデノイドの手術をしなくちゃいけないってなった時に、そのアデノイドを取るのに全身麻酔をかける必要があって、うんうん、全身麻酔をかけると
もしかすると帰ってこないかもしれないって先生に言われたんです。で、まあ、もう呼吸ができないから、その、なんだろう、覚悟するしかなかったんですけれども、でも覚悟をしたのと同時に、この子が、ここまで生きてきた、なんだろう、証みたいなのをちゃんと残したいって思って、で、それまで撮ってきた、こう、ビデオを、番組にできないかなと思ったんですよ。っていうのが、まだね、当時はね、だから、30年近く前にもうなっちゃうんですけれども、まだまだその障害者とか障害児っていう言葉を、例えばこういうところで文字にすることさえはばかられるような時代ですよ。で、未だにその障害者って普通に書くと、その害の字が、良くないとかって怒られちゃったりするんですけれども、その害の字どう変えたって何も変わるわけではなくて、逆にね、本質が見えなくなっちゃうんで、私はあえて変えないようにしてるんですけど、でもそういうことをこう言われるような、本当にそういう子供は表に出しちゃいけないとか隠しておけって言われてた時代だったんです。だけど私にとっては普通に自分の可愛い子供だったし、隠して起きたい気持ちなんてまるでなかったので、もうどんどん外に出してたんですけれども、ただ、なんだろうな、外に出して分かったのは、もう障害持った子ども外に連れて行くと見ないふりされたりとか、例えば、学生時代の友達にねばったり会ったりするじゃないですか、外うろうろしてると。で、その友達が「あ、久しぶり!」ってこう声かけてくれて、ふって多分その子供に目をやるんですよ。でもうちの子は、ご飯食べられないから鼻からチューブ入れて、こうバンズを貼ってたりするから明らかになんか、障害者だなって分かるんだと思うんですけど、その途端にもそこにいる目の前の子供が見えないことになっちゃうんですよ。あ、久しぶり、どうしてたとかって普通に話するんだけど、子供のこと一切触れてくれないんですよ。で、何年かぶりで例えばこうね、お友達と会ったら最初に、え、赤ちゃん生まれたのとか、あ、子供いくつって話になりそうなものなのに、やっぱり無視されちゃうんですよね。そういうことが何回かあってから、なんかこの雰囲気変えたいなと思って、もっと堂々と出してもいいんじゃないかなって、そのためにはうちの子のことちゃんと見てもらおうって思って、で、それで、まあ、その親友だったプロデューサーに相談して、で、彼女もそうだよねって言って、で、番組にしようってことになって、で、もう子供が生まれる前からビデオを撮ってたんで、20本ぐらい8ミリだったんですけどね、ビデオが残ってて、で、これを元にして番組撮ろうって言って、最初にどこ行ったんだっけな、NHK じゃないな、とにかく知ってるプロデューサーとかテレビ局とかにもうガンガンそのプレゼンをしたんですよ。こういう番組やりたいんだけどって。で、そしたらもう見事にどこも断られて、で、そうだ、NHK で、12月8日の障害者の日の、その枠の中だったら放送できますって言われたんですよ。でも、そもそも NHK のその日のその枠見る人っていうのは、最初から理解ある人だけじゃないですか。私はそうじゃなくって、今まであんまりそういうことに関心なかった人に見てほしかったので、そうじゃないところにって思って、で、それでフジテレビに働きかけていたら、まあ、フジテレビもなかなか、お返事くれなかったんですけれども、そのことを、いろんな友達に言ったんですよ。今、こういうのやりたいんだけどって。はいはい、で、そんな中で、まあ、当時はもう、ひょうきん族は特に終わってたんですけれども、明石家さんまさんとも親しかったので、さんまさんに相談したら、あ、だったらもう、そのナレーション、僕がやるよって言ってくれたんですよ。で、僕がやったら絶対フジテレビ OK 出すからって言ってくれて、で、それまでさんまさんってね、ナレーション一回もやったことないんですよ。一回もやったことない人がやるって言ったら、それはフジテレビ OK 出すじゃないですか。はい、本当にそう、さんまさんがやるって言ったら OK 出してくださって、で、それでできるようになって、で、さんまさんはギャラもいらないっていうし、お礼もいらないっていうし、で、そのすごいですね。本当すごいです。すいません、なんかちょっと思い出すと私これダメなんですけど、いやいやいや、本当にね、さんまさんのおかげであの番組ってできたと思ってるんです。
で普通ナレーションやるときって、まあ、構成作家さんとか脚本家の人が原稿を書いてきて、で行ってチラッと見て、でそれでやるわけですよ、私たちなんかみんな、だけどさんまさんは、持ち帰らせてほしい、そのビデオをつなげたビデオをまず見せてほしいって言って、で自分で見て、で当日来て、その自分の言葉で全部やってくれたんですよ。びっくりしたんです、それも。そう、作家さんが書いた言葉じゃなくて本当に自分の言葉でやってくれて、多分だからそういうのがたくさんの人に伝わったんじゃないかなと思って、すごい、ありがとうございます。いろんなところでさんまさんのなんか噛みたいような話も聞きますけど、ここを僕初めてここの聞きましたけどね。でことごとくね、やっぱり断られて、その第1回目の放送が視聴率 23.7% ってすごかったらしいですよね、これ数字がね。ギャラクシー賞っていう賞をいただいたんですけど、ね、当時はそのフジテレビも、まあ、こういう番組はね、視聴率は取れないからって、それでもやる意味があるから、やりましょうねって言って、みんなでもって作ってやっていただいたんですけど、でも、まあ、もちろんそのさんまさんのご協力もあって、でそれだけの視聴率取れて、で実はその番組って再放送を含めて特番とか、あと、びっくりしたのは、まあ、うちの息子が亡くなった時に追悼番組として流してくださったんですよ。で、一般の子供ですよ、一般の子供が亡くなって、フジテレビが2時間の枠開けて追悼番組やってくれたんですよ。でその時も本当にたくさんの方に見ていただいて、だから、そうね、なんだろう、やっぱりちゃんと生まれてきた意味があったなっていうふうに今でも、思ってますね。だからそのめぐみさんもいろいろと、まあ、講演とかもされてますけども、この優しい町優しい人ということで、まあ、障害児、ユートってこう書くんですね、ユッピーですけど、ユートに教えられたことって書かれてますけども、そもそも僕もドキュメンタリー見させてもらった、その絆創膏という意味がね、なんか分からなかった、あれ見て分かったんですね。絆創膏ってなんで絆創膏になったんかっていうと、あれですよね、その痛々しいそのチューブを貼っつけてるテープが、その絆創膏があまりにも痛々しいからって言って、めぐみさんがなんかされたんですよね。そう、普通だと、まあ病院でやっていただく処置ですから、看護師さんたちもすごく忙しいから、こう適当にパンって切ったやつをペタペタペタって貼っちゃうんですよ、はいはいはい、だけどそれだと、もういかにもいかにもだったので、まあ、絆創膏をきれいに切って、そこにミッキーのハンコとかをして、で可愛くして、あとウサギの形に切ったりとか、ミッキーの形に切ったりして、それを貼ってあげてたんですね。でそしたら、その絆創膏を見て、これ何っていうふうに興味を示してくれる方がすごく増えて、でこれいいなと思って、でそうしたらね、嬉しかったのはね、その後番組をやった後で、いろんなとこの小児病院でもって、看護師さんたちが可愛い絆創膏を作って、みんなほっぺに貼ってくれてたんですよ。それもちょっとね、びっくりしたんですけど、でも嬉しかったです。で、そういうふうになると、やっぱり親も、障害児を産むと、やっぱり母親が一番後悔するし、苦しむんですよ、なんでこんな子供をとか、あと私がいけなかったんじゃないかとか、もう本当に苦しくて苦しくて、そのまともにこう子供を見られないとか、自分で育てることができないっていうお母さんもいたんですけれども、でもそうじゃないんだよって、ちゃんと見たらこんなに可愛い子供だよねっていうのが分かると全然違ってくるんですよ。だからほんのちょっとしたことでね、人の気持ちも変わっていくし、あと周りの目も変わっていくから、それで、なので、その番組のタイトルをね、ゆっぴーの絆創膏ってしてくれた時に、それも本当嬉しかったんです。その一番私が多分言いたかったことっていうか、伝えたかったことをちゃんとタイトルにしてくれたので、これはもう本当感謝してます。いや本当にそうですよね。なんか心打たれるようなね、そのいろんな人の思いがね、乗っかってるなって、僕その当時見てる時は そこまで分からなかったんだけど、やっぱり
でもこうやって伝わっていくっていうんでしょうかね、まあ、めぐみさんのその思いっていうのが、まあ、その盤底に現れたその思いがどん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 そのいろんなところに伝わって、まあそれこそどれぐらいの人が見てくれたんかなと思ったらすごい方々の影響を、ね、与えられてるっていうのが本当に思います。でそこからそういう思いもあって今なんかこう市議会、要はいい町というか優しい町とかそういう部分のやっぱ志にも出てきたんですか？そうですね。で、まあ、自分がだから市議会議員になるって当時はもちろん全然そんなこと考えてなかったんですけれどもただね、あの障害持った子どもを育ててるといろんなところで壁にぶつかるんですよ。例えばその小学校行く段になってうちの子は当然、まあ、養護学校だと思ってたから今は特別支援学校ですけど当時は養護学校ですね。で、養護学校に行かせたいと思ってたんですよ。で、養護学校は行けるだろうって思ってたんだけれども、でもその、まあ、ご飯食べられないとか、吸引が必要って医療的なケアが必要だから、そういう子どもは当時養護学校にも行けなかったんです。で、実は今でもちゃんと何て言うかな、実は行けないんですよ。法律的には。そうなんです。っていうのが、そういったケアを医療従事者以外ができないことになってるんですね。なので、学校の先生がやったりとか、その他の人がやるっていうことができなかったので、いけませんっていう通知が、だから就学猶予って言うんですけど、学校に就学が決まる直前に送られてきて、一方的にあなたのお子さんは、障害が治るまで学校に行けませんよって通知が来てびっくりしちゃった。普通の学校行かせろって言ってんじゃなくて養護学校行きたいって言ってるだけなのにと思って慌てて東京都の教育委員会行ったんだけど全く話聞いてもらえなくて、でも何かあった時の責任誰が取るんですかみたいな、責任なんか私取りますよって言うんですけどでもそれでも受け入れてもらえなくて、でそれで当時まだ文科省じゃなくて文部省だったんです。文部省とあと、厚生省だったんですけど、文部省行ったり厚生省行ったりしていろんなその課長さんたちとお話したり本持ってって読んでくださいってやったりやっていて、まあ少しなんだろう、その校長先生の裁量で養護学校の校長先生がいいですよって認めれば文部省目をつぶりますみたいな形で学校に行けるようにはなったんですけれども、でももう本当にそういう戦いをしないと普通にこう自分が思ってるような道を歩いていけなかったんですよ。で、その時に、協力してくださったのが、当時自民党の議員さんだった中山太郎さんっていう先生いたんですけど、で、その代議士さんが、もともと障害児の専門のお医者さんだったんです。なので、うちの子のこともとてもよく分かってくださって、で、協力してくれて、まあ、文部省に連絡してくれたりとかね、いろいろやってくれて、私いろいろできたんですけど、最後のお礼を言いに行った時に言われたのが、やっぱり今の日本の法律ってね、その昔の法律をずっと引きずってるから、いろんな不具合があって、普通に生きていこうとすると、ぶつかる壁ってたくさんあって、で、その壁を壊すのは、やっぱり、一般の人間では難しくて、政治家を使うか、自分が政治家になるしかないんだよって言われたんです。あ、なるほど。そう。でね、その言葉がね、ずっとね、なんか私の中に多分あったんですよね。で、もう国立に、この町が、まあ、国立がとても好きで、引っ越してきて、で、当時の国立の佐藤市長だったんですけど、佐藤市長とお話をしていく中で、こんな風にやったら、あんな風にやったら、なんていう話をしてたら、その佐藤市長も、はい、もうちゃんと、めぐみさん、ちゃんと入ってやってくれよとかって言ってくださったんですよ。で、その時に、ポーンってその当時の中山さんの、その代議士の言葉が思い出されて、そうかって、周りから、ああしてくれ、こうしてくれって言ってても何も変わらないんだなっていう。うん、それがすごい、でもやっぱり性格めぐみさんの10代に見てた時の可愛らしい印象から、うん、時にでもなんかこう婦人警官の服を着たっていうのは、なんか正しいことをなんかこうバシッバシッとするような、なんかこう道筋が
なんかた、あの建てられたんちゃいますかね。なんかね、あの、皆さん、あの藤警官の衣装覚えてます？超ミニですよ。超ミニで。そう、覚えてます。だからその当時は僕はめちゃくちゃ、あのね、思春期やから可愛らしいなと思ってたんですけど、でもやっぱりあの職業的には正すっていうイメージがあるから、なんかこう。あの実はね、トミーと松っていうのは、あの中川原の撮影所、大江の撮影所で撮ってたんですけど、中川原って府中、東京の、 あの府中市にあるんですよ。で、当時、うちの父が府中の、警察署にいたんです。うちの父、実は警視庁の刑事でもって、で府中署にいたんですよ。そう、だからトミーと松のロケなんかやってると、しょっちゅう見に来て、用もないのに。へえ、すごい。なので、まあ、そうですね、そのトミーと松やった時も、実は、まあ、とっても父が喜んでくれて、とっても固い人なんですけれども、でも、警官の役を演じてるっていうのは、とても応援してくれていて、まあ、そういう父に育てられたから、まあ、どっかやっぱりこう、ちょっと固いところっていうのはずっとあるのかもしれないですね。ですね、はい。まあ、本当に今両方可愛らしいめぐみさんと強いめぐみさんと、今いろんなものがこう僕のイメージの中で出てきましたけども、めぐみさん可愛いとかね書いていただいてます。ありがとうございます。まさるさんが書いていただいて、確かに当時は見てみないふりをしたかもしれませんね、福祉社会とは名ばかりで、今は徐々に手を差し伸べる世界になりつつあるかもしれませんねと書いていただいてますね。まあ、本当に20年30年前のことを考えたら、もういろんな社会の矛盾もありましたけど、徐々にはいい方向にはね向いてるような気はしますけどね、まだまだっていうね。そうです ね、 ね、はい、おっしゃる通りです、ね、政治家を使うか自分が政治家になるか、この言葉を何度聞いても心にしますねと。ね、そうそうそう、はい、いやだからすごいね、政治家になるっていうイメージも全くなかったですからね、もうそのめぐみさんね。ないですね。いまだに、まあ、自分で政治家なんか思ってはいないんですけどね、はいはい、まあ、ただの街づくりやりたい人みたいな感じなんですけど。まあ、でもこれからは、まあ、いつも言うんですけど、この政治っていうのもちょっと女性がやっぱり未だこの男尊女卑っていうイメージがもう崩していかなあかんって言いつつね、やっぱりそういうところ絶対あるような気がしますね。あります。それがね、そう特に私が感じるのは、その地方の、議会っていうのは絶対に女性の方が向いてると思います。だって、うん、男の人って基本町から出てってどっかで働いてくるわけじゃないですか、うん、で、家に帰ってくるのは夜だったりとかってして、うん、あんまりその昼間の町ってわからないですよね、昼間が起こってるのかとか。そう、ね、はいはい、そう、だからそのなんだろう、昼間町の中にいて、まあ、いろんなことをやってる、その活動を含めてやっているその女性たちがこう町の政治に関わっていくっていうのがすごく重要だなって自分がやって思いました。そうですよね。すみません、なんかピンポン鳴ってて申し訳ない。あ、そうですか。あ、いや、ごめんなさい。大丈夫ですか、聞こえない。大丈夫ですよ、はい。それで実際に政治家になっちゃうとはさすがですねと、はい、あなたの 人生の格言はっていうような僕を聞いたときに、有言実行で書かれてましたから、もうまさしく本当に有言実行ですよね。なんか、あのね、そうそう、今政治の話しててそれやるとなんかすごい変な政治家で有言実行ですみたいな、全然そんなんじゃなくて、そういうのではないんですよ。私は言葉っていうのはすごく力があるっていうふうに思っていて、うんうん、で、言葉に出すっていうのは、その出した瞬間にその言葉自体がなんていうかな、ちゃんと力を持つっていうふうになんかずっと信じてるんですね。で、もう自分では忘れちゃったんですけど、中学生の時に私はなんか女優になるって言ってたらしいんです、中学生の時。はい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 。で、同窓会に行くとよく言われるんですけど、なったよねとかって。あと高校生の時は、これは自分で覚えてるんですけど、私は大河ドラマに出るって言ったんですよ、高校生の時に。で、大河ドラマ出たんですよ。だから、なんだろう、やっぱりちゃんと自分でこう言ったことには、その責任も自分自身でね、責任も持たなくちゃいけないと思うんだけれども、でも言葉を発するっていうのはそれぐらい重いことなんだなって思いながら日々活動して、でそんな中で有言実行。いや大丈夫、誰かがピンポンピンポン、誰か訪問されてるんです、大丈夫ですか。そうなんです、そうなんです、すいません、はい、すいません。生ライブ配信中でちょっと、どうぞ、ね、
今から僕あれ、はい、あの出しておきます。 YouTube 紹介しておきますね。どうぞあの、はい、このライブ配信でこういうところが面白いんであの大丈夫ですから、ね、今日ねご紹介しようという欄ありますんで行ってきてください。はい、じゃあちょっといきますね。はい、はい、すみません、じゃあちょっとだけ。はい、これはですね、今からご紹介するのがめぐみさんが作られた YouTube の動画です。アマビエ昔話ということで、まあ、アマビエっていうのはどういうことかというとですね、まあ、無病長寿っていうことの、まあ、願いもあってですね、今日はこれをちょっとご紹介したいなと思ってました。ちょっとこれをねじゃあさせていただきますね。アマビエ、熊本地方のある場所で海に光る妖怪が姿を現し、私はアマビエというものであると名乗り、これから6年間は豊作であるという予言を残して海の中に消えたという。アマビエの予言にはその先があったそうじゃ。豊作が続くが疫病も流行する。私の姿を絵に映して人々に見せるべし。そして私の姿を見る者は無病長寿。早々にこのことを全国に広めよと告げたそうじゃ。これはアマビエの起源とされるアマビコの言葉とも言われておる。さてアマビエとアマビコ、同じかどうかは別として、この予言が当たるかどうかはあなたの行動次第ということになりそうじゃ。すみません、ありがとうございます。あのこれとね、うん、あの3月ぐらいだったかな、あのアマビエチャレンジって言って、いろいろあの漫画家の方とかね、いろんな方があの自分のそのアマビエの絵を描いて投稿するっていうのがちょっと流行っていたんですよ。うん、でその時に絵だけじゃなくて、あの絵もまあ自分で描いたんですけれども、動画にした方が面白いかなと思って動画も作っていました。これでも声が、うん、いや本当自分の声なんですかこれ。ね、あ、そうです、そうです。あのほらヒデさん、あの35周年のパーティー来てくれたでしょ。 あの時に、はいはい、そう、私なんかおばあさんの声とか男の人の声とかいろんなのやってたじゃないですか。はいはいはい、あんな感じです。さすがですね、自分の声色と、あとはまあまあまあプレミアとかいろいろ使って、はい、へ、何でもできますね本当に。あの かわいかっためぐみさんもゆっぴのママになった、めぐみさんも成人になった、ありがとうございます、ずっと拝見しておりましたというね。はい、嬉しい、嬉しいですね、こうやって見ていただいてね。これめぐみさんの方でもシェアされさせてもらってるのかな。そしたらそう、あ、そうなんです、すいません、ね、あの私のタイムラインで、はい、シェアをしていただいているので、はい、すいません。今日 僕がお友達でない場合はやっぱり顔が出ないんでね、こうやって分かりにくいんで、まあ、あの後でまたね、はいはい、あの、はい、分かりました、はい、後で、はい、確認させていただきます、はい、大丈夫です。はい、絵も上手、多彩ですね、はい、ね、本当にもうあのプロフィール見てるだけでもこういっぱい、あの抜けへんかなと思うぐらいいっぱいありますからね。いいです、もう下手の横好き。趣味、好きなものを紹介させていただくと、Mac でしょ、はい、まあ、まずパソコン作業でしょ、はいはい、で家電マニアでしょ、うん、秋葉系でしょ、うん、そうです、で日曜大工でしょ、はい、日曜大工です。人形作り、カスタマイズ、まあ、手作りすることは何でも好きというふうにね、言われてますけどね。そうですね、大好きですね。タイルクラフトも好きですね。ね、はい、何でも好きです。ね、
で僕があのサロン行かせていただいた時メイクもされて、うん、でカメラマンもされてましたもんね全部、はい、そういうねそうです、はい、カメラも好きで、はい、やってます。で株 FX もすごいいろんな、そうです、それはもうあのそうあのフィナンシャルプランナーなのでそ の, ああの資産運用が 専門なんですよ。なので資産運用の、え、そういうのもされてるんですか。あ、そうです、一応あのはい、級であの資産運用の講座やってるのでよろしくお願いします。そういう専門、はい、宣伝もしといてください。もう全然あのできないんですけどね、何でもありますね。で以前はゴルフ、テニス、卓球、バレーボールやっていましたということでね。そうですね、はい、はい、もう本当に運動してないですけど、はい、まあ、めぐみさんそうしたら、まあ、今までずっとこれ50何年ね、あの、50何年じゃないわいやあのそれは50何年は僕の話です。僕が56年生きてきましたし、はい、まあ、その僕が年下で年上なんで大体まあ ご想像つくと思いますけどね、皆さんはね、うん、あのでも本当に変わりなくずっとこういろんなお仕事されてきて人生、まあね、あの子育てのこともそうだしいろんなことはありましたけども、今一番にこの、まあ、今この日本女性を元気にするっていう立場でもし、何かメッセージをされるとしたら、こう見ていただいている方、いろんな女性の方が見られていると思うんですね、うん、まあ、僕もそれを意図してこの番組をちょっと作っているので、うん、何かその、まあ、先輩ということでもあると思います、まあ、あの子供さん子育てされている方もいらっしゃるし、今ようやくちょっとこう仕事ちょっとプチ起業して やりだしたとかいろんな方いらっしゃると思いますけどね、めぐみさんなりに何かこう共通してあります、こんなにしたらいいとか。そうですね、あの女性の生き方ってね、本当に人それぞれで、あの何を選ぶかで、それが正解とか違うとかって全くないと思ってるんですよ。で、私はその人生って本当に一度きりしかないから、この一度の人生を、うん、自分が満足できるように生きればそれでいいんじゃないかなって思ってるんですよね。で、これはね、もう本当にあの、私多分ね、子供の頃から言ってたんだけど、自分が死ぬ時に、よかったってこうプッとこうなんか言えるようなっていうか思えるような、そんな人生だったらいいなって、そう常にあの多分そう思って生きてきたんですね。だから、うん、例えばすごく辛いことがあった時も、まあ、実際にその障害児を持って、そのあなたの子供は一生、うん、というかあの生きられないかもしれませんよっていうすごくあの辛い告知をされた時に絶望的な気持ちになるじゃないですか。だけどどんなにあの辛いことでも、その辛い出来事をいろんな角度から見るとどっかにちょっとぐらいいいことがあるよなってこういつも思ってるんですよ。どっかに希望があったりとか、あと、このことがあるから何かいいことがにつながったりとかね、あの必ずあるって信じてるので、なんかいつもそれを探すようにしてるんです。なのでその今の生き方がいいとか悪いとか、その自分が目標を持ってるとか持ってないとかってそれ関係なく、自分が心地いいって思う方向に進んでいけばそれでいいんじゃないかなと思うんです。辛かったら辛くないことを探せばいいし、今がいいなと思ったらこの今がいいなの気持ちを続けていけるようなことをしていけばいいし、うん、で少し前まで、あのさっきね秀さんがおっしゃってたように、まあ、男尊女卑とは言わないまでもやっぱり、まあ、政治の世界なんかだと圧倒的に男の人が多くって、でなかなかその女性が例えば政治家になったとしても上の方に行けないとか、あと会社でもまあ未だにそうですよね、やっぱりなかなかあの上の方にあの行けないとかっていうことありますけれども、でも能力の差って全然ないと思ってるんですね。で能力の差はないんだから、あとは自分がやりたいかやりたくないかだけなんですよ。やりたかったらまあまあどんなことやってでも、うん、そのそこまで行っちゃえばいいんで、その行くエネルギーが、まあ、あるかないかで、行かなくたっていいんですよ、もちろん。全然上を目指すことだけが素晴らしいわけじゃなくて、今のこの状態を保ったりとか、もっと広い視野でいろんなものを見ていくことが心地いいことだったら、うん、
そうしていけばいいし、あとは例えばそのご主人がとっても素敵な方で、その人についていくことが自分の幸せだったら、それは本当に素晴らしいことだと思うし、あと子供が可愛くて可愛くて、今もこの子をとにかく大切に育てたいって思ってたら、そこを一生懸命やればいいし、もう本当にその、自分の心地いいこと、それをやっていけば、必ず最後に、あ、よかったなって言えるんじゃないかなって私は思ってます。うわ、いいメッセージありがとうございます。深いな、めぐみさんが言うから余計深いわもうそんなことないんですけどね。なんかいやいや、あのお調子者とか人にはよく言われます。いやいや、刺さりますよ本当に。もういろんなところ、まさるさん三大で見てますっていろんなところが三大で拝見しております。ありがとう。自分が心地いい方向に進むこと大切。いや本当にそうですよね。その通りですね。現在進行形ですよ、ね。そうです、うん。はい、ありがとうございますね。あのこれ多分いろんなあの めぐみさんのこのメッセージってすっごくあの深いから、コメントもしにくいか分かりませんけど、なんかどんな、ね、質問でもいいんで、あのなんか聞いてみたいことがあれば、あの今日は特別にですね、質問タイムとか言うてね、あのちょっとだけね、あのせっかくなんで、あのお答えしてもらって、はい、そうですよね、はい、せっかくね、なんか、まあ、めぐみさんに何か特典ありますか。特典ってね、通常は特典とかって言って何か、まあ、やったりするんですけど、特典はめぐみさん の Q&A ということにしておきました、ね、すみません、何も特典がない。いやその特典で、あのそういう意味の特典でなくて、仕事柄やっぱり議員さんっていうのもあるのでね、やっぱりね。で今ちょっと右の上の方に、右、こっちですね、はい、こっちね、はい、あのこうせなあかんね、ちょうどめぐみさんの上に、公式サイトの QR コードを貼ってますんで、これ今パッと撮ってもらったらですね、スマホとかでもし撮れたら撮っていただいたら、見れますのと、で、今度はですね、アメブロですよね、アメブロのブログの方を変えました、はい、はいはいはい、こちらね、あの毎日のようにと更新されてますもんね、はい、はい、ほぼ毎日こちらの方もぜひ見ていただいて、あのせっかくこうね、あの初めてめぐみさんを見られる方もいらっしゃると思いますんで、ぜひぜひご縁を紡いでいただいたらと思います。はい、ありがとうございます。素敵なメッセージ、ぐっときます。嬉しい、ありがとう引っ込まれましたね、いや本当に刺さりますよね、はい、ありがとうございます。まあね、これそうなんですよ、このちょうどこの配信っていうのは15秒ぐらい、20秒ぐらい遅れるんかな、遅れていくので、まあ質問とかあって考えて書いてる人は結構遅れてくるんで、まあ、あの書ける人は書いてください。はい、で、まあちょっと進行もしながらですね、どこに行けばめぐみさんにお会いできるんでしょうかって、はい、国立です。国立です。国立です。はい、国立です。はい、国立、はい、国立来てください。ね、はい、いうことでございます。で、まあすごくね、いろんなお話を聞いたんですけども、伺ってるうちになんかあっという間の1時間になってしまった。はい、あ、もう1時間経った。めっちゃ早いでしょ。ね、めちゃくちゃ早いですよね。で、はい、まあ、なんか女優とか市議会議員とかってこう聞くとすごくこう、ね、なんか偉い人とかっていうイメージがね、やっぱりあったりするかも分かりません。ただまあ僕こうやって見ていただいたら分かるように、すごく親しみを持ってですね、めぐみさんいろんな方にこうやってメッセージをいつもお届けしてますしね、僕も和歌山の、まあ、和歌山といえば地方ですからね、そんなサロンに来ていただいてね、いろいろとお話しさせてもらった時もすごくね、まあこんな言うとあれですけど、なんかこう女優さんって言うとなんか私女優よみたいなイメージがあったんですけど、全くなくって、もう本当にこんな人柄にね現れてるし、まあね、見ていただいた方も多分もうそれは分かっていらっしゃると思います。はい、いうことで、この国立の町に住みたいですということと、住んで住んでということでね、はい、いろんな生き方があっていいですよね、ありがとうございますと、はい、うん、ありがとうございます。またライブをリクエストいたします。はい、いたします。ありがとうございます。はい、深いお話、ここに刺さるメッセージたくさんありがとうございました、ね、あ、
カオリンね、カオリン、はい、カオリンさんも第何回やったかな、また出ていただけるんですね、第9回だからもうね数がそうなんです、はい、そうなんです、カオリンさんも出てくれます、はい、また後でその次のゲスト、次ずっとこの続きますんで、毎週一応金曜日やってましてね。で、まためぐみさんもぜひこのライブ配信、もしお時間あるとき見ていただいて、一緒にこうやって絡んでいただいたら、はい、出ていただいたゲスト同士でこうやってみんなで、今は1対1ですけど、これ10人ぐらいで一緒にこう、ズームのようにできたりしますんでね、もしよかったらまたそういう交流会も定期的にとって、不定期になりますけど、交流会もとってます。はい。だからね、ありがたいことにね、200人以上、もう、あっという間に200人以上になったんですよ、このグループも。はい、そうですよね。うん、ね、言ってる間に増えてきますね。まあ、グループの中では女性限定でやってますので、またその時に、めぐみさんも来ていただいて、またいろんなね、方のこの質問とか、その女性同士での質問とかもね、聞いていただけたらと思います。はい。もう、ね、今回はこの僕のタイムラインでもやってますから、うん、この男性のね、まさるさんも男性ですけど、ね、こうやって参加もしていただいてありがたいんですけど、うん、まあ、女性のグループのところは女性限定っていうこともやってますんで、はい、はい、こんなんでしたよねと、はい、そうですね、こんなんなことでしたよ、本当にね、これ、ね、いろんなことね、発信すること自体がね、これ今でこそライバーって言うんですよ、こういうライブ配信すること、ライバーとかっていう言い方にします、YouTuber からライバーっていうね、だからまあそういう本当に発信を個人でもできる時代が来ましたしね、はい、池田さんありがとうございます、いやいや、本当にこちらこそありがとうございます、見ていただきまして、またこれからも見てください、ありがとうございます。はい、ますますファンになりました、なりますよね、本当にね、ありがたい、嬉しい、嬉しいね、めぐみ先輩本当に素敵ですということでね、本当に、なんかね、うん、これな、このはい、市議会議員になるという未来、めぐみさんのお話を聞いて夢の一つに加えますって、嬉しい、なんかすっごく嬉しいです、うん、とっても嬉しい、ね、ぜひおすすめ、これっていや本当にこんなこと言ったらあかんけど、うん、まあ政治に期待はしてんだけど、うん、期待してないっていうこの矛盾した感覚の気持ちになる日本なんとかしませんかっていう気がありますよね、なんかこう一旦は期待してみんなこう送り出してんのに、うん、なんなんやっぱり変われへんやんみたいな感じの、そのすごくね期待を裏切れた感もやっぱりあると思うんですよね、だからこの本当に一人一人のこの皆さんに、まあ、まあ僕も偉そうなこと言えませんけど自分もなっていかなあかんけどね、でもやっぱりそういう声もあると思うのでね、ぜひこうやって一人でもこういう賛同される方がね活動されたら一番嬉しいですよね、めぐみさんね、はい、嬉しいです、ね、で特にその地方議員、市議会議員とかね、地方議員っていうのは、うん、こう一生懸命その提案していけば思いがかなっていくんですよ、ちゃんと、うんうんうん、政党とか全く関係なく自分自身とか、あとはその皆さんのね、市民の皆さんの声がちゃんと叶えていけるから、絶対やりがいあると思うので、ぜひぜひやってください、ぜひ、はい、いや、もう、はい、本当に本当に、いや本当にね、まあ、これ男性の方も聞いていただいてるからあれなんですけど、やっぱりね女性、うん、僕はまあこう女性の仕事、まあ、女性を対象にした仕事を20何年やってきたんであれなんですけど、それまでは男性型の頭だってものすごくこう、まあ、男尊女卑じゃないですよ、でも男の言うこと聞いといたらいいっていう、やっぱりそういう時代もあって、でそこで僕がものすごく自分の中で顧みて変わったんですよね、で今めぐみさんが今されてることを、まあ、話を伺って思ったのは、やっぱり女性を元気にすることは、強いて言えば男性も元気になるわけですよ、社会が元気になるから会社も良くなる、職場も良くなる、なのにプライドだけが邪魔してるっていう部分がすごく男性にあるというね、もうなんか歯がゆい部分が僕の中にあるわけです、だからやっぱり目の前の女性を元気にすることができやんで男はどうするっていう、僕はそう思うんですよ、女性が例えば市議会議員入ってきてそこをこう邪魔者扱いするような男性で、そんな小さい男性でどうするって僕は思うんですね、だからそんな感じを受けて今日本女性を元気にすればするほど必ず男性は元気になると思ってるんですよ、うん、当たってません、これ、ね、当たってます、当たってます、当たってますよ、だってね、そう、家庭の中で例えばお母さんが元気なくなったらその家庭って真っ暗になっちゃうじゃないですか、そうね、お母さんが元気だったらそれだけで家庭の中でちょっと楽しくなりますよね、でそれと同じで本当に地域にいる女性が元気だったりとか、あとまあ議員も含めてですけれども、女性が張り切って何かやってる時って大体その町で輝いてますよ、
そうですよね。いや、わかります、わかります。いや、本当に家庭見ててもね、両極端ですよね。あの、すっごくやっぱり女性が我慢してるとか、男性にこう、まあ、変な話ね、あの上目線でガーッとされていたぶられてるとかね、もうそういう、もう社会はもう終わりにしたいですよね。やっぱり男も女もないという今もうそれこそあの性別関係ないようなあのことが認められる社会になってるわけなんでね、もうそういう、なんか急に熱くなりましたよ。僕も市議会議員になるような勢いになってきましたよ。もういいですね。いやいやいや、あの、いや、政治に物申すみたいになってきましたよ。あんまり言うたら、はい、いうことで、見た目も素敵だけど内面がさらに素敵ですね。尊敬してますね。はい、ありがとうございます。ご招待いただきありがとうございます。はい、市議会議員のコメント、名古屋のお帰りです。名前出てなかったですね、失礼しました。どういう意味がちょっと僕、市議会議員のコメント、名古屋のお帰りです。はい、なんか分からない僕、後で分かりますね。はい、ちょっと、はいはい、私もこの年で大変学ばせてきました、ありがとうございますということでございました。よかったです、めぐみさん、本当に、はい、いや、ありがとうございます。人生のプチ先輩、あの大先輩って言ったらだいぶ上みたいな感じで、ちょっとだけ上。いや、ありがとうございます。なんかやんわりと困るって人で。いやいやいや、本当にありがとうございました。めぐみさんもお忙しいのにね、あの、こうやって参加いただいて、で、それこそ本当にね、あの、これからもあのお体に気をつけて、バン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 女性を引っ張ってというかね、はい、あの社会を引っ張っていただけたらと思います、はい、本当に今日はありがとうございました。あ、この後またあのコメントもたくさんまた入ってくるかわかりません。アーカイブでまた見ていただく方も多いと思いますんで、はいはい、その時はまたよろしくお願いしておきます。はい、わかりました。本当ありがとうございました。はい、今日はありがとうございました。みぐさんでした。ありがとうございました。皆さん本当ありがとう。いうことでね、あのめぐみさんでございました。もうなんかもうあのちょっと心、これずっともうちょっと延長していたいんですけどもね、まあ一応あのいつも1時間ぐらいでということで、あの次のね、あのゲストの方のご紹介も、しますのでね、ちょっとだけお時間 2,3 分いただいて、終わらせていただきます。これはあの7月7日に、スタートしたばっかりの時の第1回目のゲストからちょっと順番にですね、紹介をさせていただいて、第2回目が、西村智子さん、そして第3回目が、佐々木由美さん、第4回目が、大塚真理さんで、今日第5回目ということで、めぐみさんに登場いただきました。そして、第6回目は、14日本来、金曜日ですけども、ちょっと1個飛びまして21日の金曜日になります。こちらの方はビューティーディレクターの山口東子さんが、参加されます。ジェイマンというね、あのジャパンメイクアップアーティストネットワークの理事でいらっしゃ、理事でいらっしゃって、まあ、いろんな最先端の美容の情報をお持ちでいらっしゃいますので楽しみにしててください。そして7回目が R&R 代表の後谷晴美さんで、8回目が、福井路コンサルタントの石井麻子さん、それから9回目が、キレイデザイン協会グランドマスターインストラクターの先ほどねコメントいただきました小笠原香織さんです。そして第10回目が、人材育成グロー代表の岡野、恵里さんということで、9月18日、まで決まってます。そしてその後はですね、ちょっと手前味噌なんですけど、ちょっと僕の方も、この秋にですね、出版が決まってまして、まあ、9月10月ぐらいにこう書店に並ぶと思うんですが、その時にお世話になったですね、まあ、いろんな編集の関係の方で出版を業界で、編集をされた有名な方々が、ゲストとしてまたあの登場していただける予定になってますし、今もねたくさんの方にちょっとオファーしてるんですけども、いろんな方からね、協力いただいて、出演いただけるということなんで、まあ、楽しみにしていただいたらと思います。まあ、あの決まり次第、こうやって告知をさせていただきますんでね、よろしくお願いします。ということで、あのこの日本女性を元気にするグループというのは、Facebook の方で検索、グループ検索していただいたら、出てきますので、そこであの参加っていうのを、していただいたら承認させてもらえるようになってます。これ男性はちょっと無理ですけどね。であと、他には僕の個人のタイムラインとか、ゲストの方が良ければゲストの方がシェアしてゲストのタイムラインで流すという形になりますので、ずっと見たい方は、日本女性を元気にする会というグループに入っていただかないと、そこでは、ずっと見れるんですけども、他ではね、アーカイブも、一定期間が、過ぎるとあの消えていきますので、ぜひぜひこの機会に日本女性を元気にする会チェックしてみてください。はい、ということでまたね次回もよろしくお願いします。はい、それでは また皆さんお会いしましょう。良い週末を。ありがとうございました。